ちょっとテーマ的に、まあ、その時代が変わるとかそういうテーマになってしまって、その やりづらさみたいなものっていうのはこの試合に臨むまでっていうのはあったりするんでしょうか、気持ち的に。こう何ですかね、五味選手がこうよしかかってこいやみたいな空気感がちょっとこうなかったんですか。で、八木選手の方がこうちょっとこうグイグイいかないと。まあそうですね、まあやりづらかったというか、まあ、僕は決まってほしかったんで、試合自体がその一心でって感じですかね。どうか決まってくれっていう。実際こうリング上で対峙した時っていうのはどんな感じになるんでしょうか。やっぱ大きく見えたっすね。もう会場の声援すごかったし、本当になんか大きく見えました。五味選手の入場曲とかちょっとこうね、なんすいや、本当そう、すげえ、スカに流れて、俺上がっちゃったっすね。一番としたあの時はちょっと、スカリな。で、実際この試合始まってちょっとこうパンチがこう入ってしまった時、あの時というのは実際効いてしまったんですか。いやすごい効いちゃったっすね、で僕も結構もう当てにいっちゃってたというか、攻めしか考えてなかったんで、その時にボーンって見えてないとこもらってすごい効いたっすね。試合終わってこうちょっとお二人でお話しされてたと思うんですけど、なんかどんな会話。まあこれが頑張ってねって、もう時代任せたよじゃないけど、そういう言葉をいただきました。はい、任せたよって。で、ここから、まあ、まあ今回これで4連勝そうですね、まあ、そういうのはだんだん、まあ、まあ言ってしまうと意識してしまうと、すいません今。いや全然、ね、今後のなんかこう展望といいますか、まあ、試合直後なんですが、まあ、そうですね、やっぱり自分でお祭りの男って言ってるぐらいなんで、やっぱりお客さんに喜んでもらえて、ああ、やっちの試合楽しかったなっていう試合をずっと続けていきたいですね。まあ、あとはまあ個人的には強い選手とどん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 やって、その自分の強さも日本に、世界にこう発信して知らしめていきたいっていう思いはありますね。また熱い試合お願いします。はい、ありがとうございます。去年選手はそのいつものこう距離を大事にとかそういうのよりもガンガンと行ってしまったのはその場のせいだったのか、それとも最初からこう決めたのか。いや、まあ、やっぱりね、アグレッシブに面白い試合しようっていう心意気が望んで、で最初の飛び膝崩れの飛び蹴りみたいので、ね、ちょっと腰落ちてたんで、五味選手が。で、あ、ここは行くしかないなっていうところでちょっと攻めすぎたというか、ちょっと冷静さを欠いてしまったんですよね。で、あのやっぱ一番もらっちゃいけない右をがどっかに行っちゃってたんで、僕の頭から、そこは本当反省点というか、本当そこにつきますね。あの右はその米倉、坂上米倉でウェットディラーのようにやれと言って磨いてきたそうなんですけれども、あのその後、グラウンドになって参加を決めましたけど、あれは、まあ、あのスラムになっても逆にしっかり入るというところです。スラムされても逆にしっかりこうセットし直せるか。そうですね、はい、まあ、スラムそこまでは高いスラムじゃなかったんで、全然そうですね、しっかり組み直してって冷静に考えてました。その前にパウンドをあのちょっとあの警戒してた強いパウンドがいくつか入りましたけど、あれはどうでしょう。いや、あそこは結構正直朦朧としてて、その中でなんだろう、本当その場しのぎというか、セコンドの声を頼りにやってた感じですかね。その時、あの時すごいパニックになってましたね。で、そこからその手を手繰って、あの、まあ、外側にあった手を縮めましたけど、もう本能的にというか、まあそうですね、まあ、僕も寝技できないわけではないんで、でその中で出た動きですかね。まあ、この階級結構だんだん人数が揃ってきて、ちゃんとみんなが揃えば、まあ、トーナメント的なことが解説できるかもしれませんけど、もしそうなったら、トーナメントね、
まあトーナメントやってくれるのは嬉しいですけど、3日で3試合とか嫌だなっていうのは正直思うんですね。裏で見ててもみんな大変そうなんで、それはちょっと嫌だな。まあ出るならね、出るって決まったらもちろん晴れ服ってやりますけど、まあ、正直あんまり1日2試合は嫌だな。逆にこういう選手とやりたい、その強い選手とも言いましたけど、具体的に何かこう、何か選手いや特に考えてないですね。全然誰とやりたいっていうのも考えてないですね。もう本当毎試合毎試合いい覚悟を決めて、それこそもう俺の中で格闘家未来なんてないと思ってて、もう変な話その試合で死ぬかもしれない、大げさっすけどね、それぐらいの覚悟で臨んでるんで、まだ先のことは考えてないですね、正直だし、ちょっと聞いてポカポカしてるんで。すいません、そんな感じですか。どんなお正月を過ごしたいと。いや、ゆっくり雑煮食って、おせち食べて、実家でゆっくりしたいですかね。わかりました。ありがとうございます。はい、スタッサー選手がちょっと小見選手とタチさんの試合の勝者とやりたいっていう気ですけど、それについてはどういう考えありますか。ああ、そうみたいですね。なんだけど階級が合わねえから、まあ別にどうすんだろうって感じです。僕今回72だったっすけど、基本的に小見、まあ、さんだったからこそ72で、まあしょうがなくやった、しょうがなくっていうか受けたとこあるんで、まあ、70ならもちろん全然僕はいつでも受けて立ちますけど、てか75とかだったら僕はちょっとやれないっすね。ありがとうございました。すいません。一回質問ある方。So tonight you defeated one of the most legendary Japanese fighters. He's well known in America as a boxer for some years. You probably gained a lot of fans in America since you defeated him. Do you have any message for your new fans? 今日アメリカでもすごく有名な伝説的なファイターと戦って勝ったわけで、ここからアメリカでもチャンスが湧いてくると思うんですけども、アメリカのファンに向かって何かメッセージをいただけますか。なんだろうな。まあ日本にまだまだ強いやついるぞっていうとこは知ってほしいですかね。こんなやついるよっていう、お祭り男いるよっていう。まず一つ、はい、お祭り度をパーセンテージですけど、今日何パーセントですか。今日お祭り度で言ったら、まあ、自分で言うのもなんですけど、結構高いのかなと思いますね。お祭り度で言ったら、MMA 的に、試合的に、自分的に言ったら、本当反省点ばっかりですけど、まあ、結果的にね、まあ、俺がこういうのもおかしいけど、小見さんの、ね、いいところも見れて、で結果的に勝てたんで、まあ、お祭り度的には高かったのかなって思ってます。そこだけは唯一の救いなんで。 80% ですか。そうですかね、 80% ぐらいかな。そのゴミさんが試合後に10年前の自分、何してくるか分からない自分と対峙しているように感じたというふうにおっしゃってたんですけど、嬉しいですね、そんな風に言ってもらえるのは。でも光栄です。と言いつつ同時に、あれじゃ世界で通用しないからもっと練習したい。いや、おっしゃる通り、はい、もっともっと頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問ある方大丈夫ですか。ただじゃあ最後に写真撮影。